こんにちは、本郷ハリキュウ接骨院,院長の田内です。本日も動画をご覧くださりありがとうございます。えっ、ー、と今日は、えー、変形性膝関節症の、えー、歩き方、えー、ということで、変形性膝関節症の方が注意をしてほしい歩き方について説明していきたいと思います。えー、変形性膝関節症とはですね、えー、膝がこう変形してですね。 まあ、形,形で言うとこう O 脚になってしまったり X 脚になってしまったりえ膝に水が溜まってしまったりという方が多いんですけれどもそういった方の歩き方の特徴をえまず把握してですね、えー、その歩き方にならないようにちょっとだけ注意してもらいたいなと思っています。えまず変形性膝関節症の方の方 まあ、典型的な足の状態というのはですねまず膝が伸びないっていうことなんですね膝が伸びないっていうことなんです、まあ、立ってても歩いてても、まあ、寝転んだりしてもこう膝がですね、えー、寝転んだ時にこう膝が浮いてしまうこう寝た時にですねこう膝が浮いてしまっている でこれ実は変形性膝関節症とか膝が悪い方ってこれが普通でしょっていう方がいらっしゃるんですけれども実は膝がベッドから浮いてこう隙間が空いてるっていうのは普通ではないですこの状態自体がまず膝が悪いっていうことなんですねでこの方っていうのは寝てても伸びてないっていうことは歩いてたら確実にまず伸びてないんですねですのでこう膝はですねこれ膝ですね お皿があって、えー、膝なんですけれども伸びた状態で着地することによってこの軟骨にぐっとこう圧がかかって圧がかかることによって、えー、よく言うですねこう潤滑剤が膝の中でジュワッと出てくるという作用がありますですので膝が曲がった状態でぐっと着地しても実は潤滑剤って出ないんですねですので、えー、まずは膝が伸びるようにすることが大事 ただ気をつけてもらいたいのが膝が伸びすぎた状態でドンと着地するとこれまた膝の裏にですね水が溜まったりとか、えー、海が溜まったりとかベーカー,ノーシュっていう,こうポコッと膝の裏が膨れてしまうようなことがあるのでこれは気をつけてください。ですのでまず変形性ひざ関節症の方の治療の第一歩っていうのは曲がった膝をまずきちんと伸びるようにすること。 で伸びた状態で着地できるようにするっていうことが大事ですので、えー、覚えてておいいいいいただくとといいかなと思います、えー、これはですね、まあ、歩いてる時にちょこっとだけ、まあ、自分の膝曲がってるのかな、えー、伸びてるのかなっていうのを気にしていただいて明らかに曲がってる方に関してはちょっと伸びるような意識をして歩いてもらうと、えー、膝の変形をですね防ぐことも可能ですのでぜひ早めにですね気をつけてみてください。 本日も動画をご覧下さりありがとうございました。